はい、こんにちは。今日から俺は YouTuber 最中の鈴木健一郎です。コメントの方でジャブとワンツーしか打てないんですけども、どんどんこうカウンター取られたりして、なかなかうまいこと攻められない、攻めることができないっていうような、質問を受けたんで、ちょっと説明してみたいと思います。ジャブとワンツーだけでボクシングできるってよう言うんですけど、具体的にどんなんかっていうと、じゃあリズム取ってジャブ、リズム取って、まずこう構えの状態崩さないように。でもこれだけだとやっぱり上手に打ててるんですけど、やっぱりカウンターももらいやすいです。じゃあここにバックステップを入れてもらいます。奥に、そうそうそう、ナイス。じゃあこれでさらにジャブ避けながら、そう、ナイス。でこの打ち方は腹にも有効です。ナイス、ナイス。でも同じように今のこの動きをフェイントに変えてもらいます。ジャブバックフェイントジャブ、おー、ナイス。リズム、ナイス。正確に打ち入れます。はい、リズム、じゃあまずじゃあまずこの長い距離、速いパンチでグローブ触る。そうで、次はながら、オッケー、まずで、一回当たったら攻める。ナイス、はい、っていう感じで、はい、やっていくとワンツーだけでもしっかり攻めれると思います。で今の動き難しそうに感じるんですけど、以前何だったかな、フットワークの基本に出した動きです。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。じゃあそれに1、2、3、4、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 
ナイス。ジャンプジャンプ、バックステップジャンプ。ジャンプバック、フェイントジャンプ。ナイス。っていうような感じに、つながっていきます。以上、あの基本の積み重ねが、だんだんあの上達につながっていくので、ここであのね、ボラード打ったりして近道するよりも、ボラード賛成派ですけど、あの基本をしっかりと、ね、やっていきましょう。よっしゃ。